おはようございます。今日はなんで今さら2018年発売の α7-3 にしたのか、その辺をお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでですね、まず第一にですね、 α7-C は操作性があまりにも良くなかったということですね。設定できないことはないんですよ。設定できないことはないんだけど、設定をするのにいち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 メニューを開かなきゃいけないっていう手間がですね、撮影の効率非常に下げてました。コンパクトさゆえにね、カスタムキーがないというのはしょうがない部分でもあるんですけれども、日々動画を撮影しようという気持ちにはなれないぐらいのね感じでしたね。そして富士の XT4 とも悩んだんですけれども、 XT4 もですね、未だに気になってはいます。富士のカメラの写りの良さというか、描写の良さと色の良さっていうのはもう本当にソニーにはないものなんで、そちらを使うという手もあると思います。天秤と撮影もできますしね。そういう意味で T4 と α7-3 迷ったんですけれども、やっぱり決め手はオートフォーカスの安定性でした。というのも、瞬きするような迷いがですね、富士のカメラはどうしてもあるんですよね。それがなかなかですね、克服できなくて、その点が乗り越えられていれば富士の方が使いやすいんですが、今の時点では総合的なバランスでソニーを選ぶことにしました。富士はですね、さらにちょっと弱いところがあって、ソフトウェア系の部分ですね、設計的にちょっとですね、ソニーには及ばないところがあって、そのあたりも総合的に含めて考えた結果です。 XS10 は相変わらず素晴らしいカメラだと思ってます。これからカメラを始めるという方にはもう 100% S10 を勧めています。ではなんで自分 S10 に戻さなかったかというと、単純にやっぱりカードがですね、そこから取り出さなきゃいけないということと、 USB-C で接続してストレージがデスクトップに表示されないんですよね。その点が仕様だというふうに言われてしまいましたので、やっぱりそういうところも含めてやっぱり誠実に対応してくださる方がいいかなというふうに感じております。あとはですね、この先ニューモデルが必ず出るっていうのが分かってるんですよね。 α7-4 も今年の秋には出るんじゃないかという噂があります。さらにですね、 XH2 というですね、 X シリーズのフラッグシップも2022年に出るんじゃないかと言われています。そしてですね、その新しいモデルが出た時にソニーも富士もセンサーが新しいモデルになるという噂なんですね。どちらも3000万画素を超えてきて、噂では 8K 動画が撮れるという、そういう内容になってくるようです。まあ、8K 撮れても 8K やることはないとは思うんですけれども、3200万画素あれば理論上は 8K 動画撮れますからね。ただ APS-C センサーで 8K 動画を撮るというのはどうなんだろうと、撮像素子のですねピッチがかなり細かくなってしまいますから、そういうところを考えるとフルサイズの方が有利かなというふうに考えました。正直言って置きカメラとして固定で撮る場合は富士の方が綺麗だと思います。ただどうしても動画としていろんなもの動きを撮るとソニーの方が安定感があって、単純に扱いやすいかなという感じがしました。ソニー α7-3 は使い慣れているので道具として申し分ないというところがありましてね、まあ、それでまあ使っていきながら T4 も試してみたいなという気持ちになったら、また T4 を改めて導入してみようかなと思っています。まあ、なんせ XS10 を使って富士のカメラのポテンシャルというのはすごいものがあるなと感じましたので、これがあと一歩ですね、オートフォーカスとシステム周りを含めてクオリティが上がってくれば有力な候補になると思います。まあ、理想はね、富士がフルサイズのセンサーでソニーのオートフォーカスが乗ったらもう最強のカメラになるんじゃないかという気がしますけれども、まあ、現状では使いやすさを優先して α7-3 を選びましたっていうところですかね。 α7-C の時にですね、試してちょっと不遇をこむってしまったこの SEL2870 も α7-3 だと全く問題なく動作しますし、写りも綺麗でした。そういうところも含めてですね、ちょっと確認をしておきたいという思いがあったので、α7-3 でしばらく撮ってみたいと思います。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。